競輪場とは、競輪を開催するための施設である。なお、千葉は建て替えのため、熊本と玉野は修繕のため、それぞれ本場は開催休止中である。2020年5月時点で、全国各地に計43箇所の競輪場がある。同一都道府県内に複数あるケースもあり、最大は神奈川県の3箇所。また、ナイター競争及び、 ミッドナイト競輪開催のために照明設備が設置されている場もある。函館、青森、弥彦、富山、福井の各競輪場は例年冬季は公設の関係で開催を休止し場外発売のみを行う。一般入場料は計算パターン。有料では50円もしくは100円。そして無料の競輪場もある。名古屋競輪場の場合は女性入場無料。 ただ、一般入場料が無料、有料いずれの競輪場でも、特別観覧席は別途有料となっている。1997年4月時点では、ヤヒコ、花月園、名古屋、別府、熊本の5場がホームページをすでに開設していた。2000年には、場内での種類販売の試験導入を実施し、その後いくつかの競輪場で解禁された。 他の自転車競技場よりも交通アクセスが良く、観客席や照明などの設備が整っていることから、ロードレースチームによるトラックレースの工業リーグ、バンクリーグにも利用される予定。バンクの周長は333.3メートル、335メートル、400メートル、500メートルの計4種類がある。2021年10月には、 千葉の250メートルバンクが完成する見込みだが、このバンクでは、トラックレースとしての競輪に近いルールのピストロクチャンピオンシップが行われる予定。バンクの緩和曲線は、マッコーネルとレムニスケートの2種類。クロソイドは1999年に改修されるまでの和歌山競輪場が最後だった。屋内型は、前橋競輪場と小倉競輪場の2場がある。また、 建て替え中である千葉経輪場は2021年5月に予定される。竣工後は国際自転車競技連合企画であるイズベロドロームジャカ2 5 0同様の屋内型木製250メートルバンクとなる。走路と観客エリアを隔てる外側の仕切りには金網のほかポリカーボネートの透明板がある。場内に 元選手による初心者外ダンスコーナーを設置しているところもある。バンク内に観客エリアがある構造の場合、バンク内側にも柵を用いている競輪場がある。選手が入り退場する関東門の位置はバックストレッチが多数を占めるが、ホームストレッチ、バンクの内側の3パターンがある。多くの競輪場では大型ビジョンが設置されているが、中には設置されておらず、 未だ確定版のみという競輪場もある。選手宿舎は通常敷地内に併設されているが、スペースの都合上敷地外にベッド宿舎を設けている競輪場もあり、その場合選手は専用バスで宿舎と競輪場の間を行き来する。一部の競輪場では競輪開催期間外に宿舎を一般開放しており、団体での宿泊等の利用が可能である。観客スタンドや 車検売り場などの施設は他の公営競技と比べいち早く鉄筋コンクリート化が進んだ。これは1950年に発生したナルオ事件を受けたもので、競輪廃止論が飛び交う中、施設改善が開催継続を認める条件とされたことによる。今後、玉野では全国初となる選手宿舎と一体となったホテルが開業予定である。競輪における地区の分類は、 かつての日本自転車協議会合併発足以前における各自転車協議会の管轄地域によるものであり一般的な地方区分とは異なることに注意や彦競林、川崎競林、立川競林、函館競林などロゴではひらがな表記している競林場の方が多い現在は全43場がある数字は複数の桂林場は各地区で 競輪場の内見、ありがとうございます。